大和町暮らし記です。今日は土で作ったピザ窯を温めております。今日はこの窯でコーヒー焙煎をしたいと思います。もう結構温まってると思います。上の方が白っぽくなってきてるので、こうなってくると結構もう温まっています。こちらが今、焙煎カゴです。この中にコーヒーの木豆が入ってます。焙煎カゴにボルトをつけて、こんな感じでハンドルをつけて回すようになってます。これを中に入れるんですが、その時にこの溝をつけたレンガを奥と手前に入れて、その上で回します。ちょっと中の木を横に避けて準備をしたいと思います。あ、そうや。で、このトングとこのツッツキ棒、よいしょ、上こんな感じになってるんですが、この棒も結構使います。ちょっと気が多すぎるんで、ちょっと抜いときます。結構大きめのやつは抜いておいて、で、さっきの棒でを横に置けます。こんな感じでこのレンガを奥に入れていきます。こんな感じで、あと手前はこの辺で、こんな感じでセッティングします。温度の方はもうだいぶ暑いと思うんで、このままやっていきたいと思います。それで、まあこれ絶対大丈夫なんですけど、これで温度が足りない場合は、さっき抜いた木か新しい木を入れていってで調整する感じになります。やっていきたいと思います。しょ、こんな感じです。あ、回転方向をたまに反対向きにしてます。均一に焼きたいので、まあ効果があるのかちょっとあんまよくわかんないんですが、回転する方向によって豆の寄り方が違うので、たまに逆回転も入れます。あれな、引きはぜが引き出しました。まあ、パンパンって言ってるんですけど、これが行くはずです。釜の温度、ちょうどいい感じでした。だいたい1ハゼが来るまでの時間を測ってるんですけど、もし温度が高すぎると1ハゼがすごい早く来ちゃうんで、まあ、それもまずいですし、遅いのもまあまあまずいんで、そういう意味でまあ、時間で結構見てます。まあ、1ハゼなんですけど、この辺で終わると、浅入りのコーヒーになるのかなと思います。うちは深入りなんで、この辺で止めたことはないんですけど、このまま焙煎していって、もう一回ハゼ出すんですけど、それの途中で止めていく感じになります。まあ、もう1ハゼはほぼ終わりで、ここから2ハゼに、2回目のハゼに
向かってます。今2ハゼが飛出してます。1ハゼとは音が違うんですけど、ピチピチって感じですね。あの1ハゼの場合は結構パンパンパチパチ言ってるんですけど、2ハゼになるともうピチピチしてきます。ちょっとこの辺になってくるともう仕上がりになるんで、かなり気を使います。こんなもんですかね。これをザルにあげて冷まします。こんな感じで焼き上がってます。はい、冷まし終わりました。今ちょっと冷ますところ取れなかったんですが、早く冷まさないとどんどん進んでいっちゃうのでちょっと取れませんでした。冷まし方はもうこの網を交互に入れて風を当てて冷ましていく感じになります。なんで冬はめちゃくちゃすぐ冷めるんですけど、夏がほんと冷めにくいので、すごいスピーディーにいつもやってます。今秋になってきたんで、だいぶ冷めやすくはなってきてます。うちの炭火焙煎はこんな感じになっています。本日はご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。